楽しみだな。あと40分ぐらいで着くね。うん、もうホームセンターで薪もいっぱい買ってきたし、うん、今日は準備万端。きなきな言われた。準備万端きなって何。飾り付けが足りるかな。足りるよ、大丈夫です。心配だ。結構買ったよ。 それで言うと楽しみ。うん、キャンプ場がさ、そもそもクリスマスなんとかみたいな、クリスマスっていう名前がついてるキャンプ場だから、うん、それも楽しみだし、あ、こっからもう道案内してもらえそうな、ね、いい感じだね。なんか そんなにこう標高も高すぎなく、あ、こっちだ、ここよりこっちでしょ、うん、あ、あったそこ。おお、え、かわいい。めっちゃいいじゃないですか。行きましょう。ここだよね。うん、ここだね。良さそう。わ、すごい、ロッジが。なんか思ってたよりすげえ。すごいね。森って感じ。うん、森って感じだね。あー、なるほどね。かわいい。すごい広々。完璧。ね、本当だ。あ、それで、今回ここが入り口になるわけね。よし、じゃあ一旦タープ立てよう。山だ。山です。川、うん、いや、山だって言ったの。山だって川なんかないじゃん、そんなの。まあいいや、OK、タープを、うん、立てたい。今日の計画としては動線は、そうあそこ、スライドドアだよね。だから、まあ、お布団にはここを行けば入れますよっていう状態にしたい。オッケー。じゃあさ、まずタープ立てよう。タープを立てて、どうやって立てようか。前はさ、こういう風に立てた、うん、立てたっていうよりも、今回はこうのがいいと思う。なんで？ん？なんで？え、こういう地形じゃん。こうなんか、こういう地形だから、うん、あのこういうこっち向きに立った方がいいと思う。じゃあやっていこっか。オッケー。じゃあまずタープを広げようか。うん、じゃあこれがない方がいいのかな。こっちはあんま調整効かないじゃん、この黒は。はいはいはい。だから合わせた方がいいよね。そりゃそうだね。あれ、かおり、黒は今どっかやっちゃった。え、ポケに。できた。うん、できたできた。はい、これ出しといた。あー、サンキュー。いいじゃんいいじゃんね、これ軽いんだよ、うん、めっちゃ。何これ、これ何。これはビニールだけど、なんかおしゃれだから貼ってあるの。あ、これおしゃれなの。おしゃれ。じゃあここにあのこの前作った今は亡き天板を置いて、机を作って、あの作らなくても良かったものランキングに入りそうだったやつ。入りそう。はいはいはい、っと。よいしょ、こうかな。ね。下ね。あ、今日のメインを持ってきちゃった、ね。メインディッシュ。で、ゴードンミラー。はい。これどうやって乗っける気？これ。うまい具合に行くといいんだけどね。ちょっとやってみよう。え、いいじゃん、これで。完璧。キッチンとしては、うん、良くない、うん、これで座って作業したいの。あー、そういうことね。じゃあやっていこうかな。ちょっとやってみて。やってみたいんだけど、なんか金具があるっつよね。あ、でもなんかツリー自体は結構簡単そうだけどね。ほんと。でかいでかい。あ、すごい、なんかこう、こんなにしっかりしてんのあんまない。あんまないね、うん。見てゆうくん、うん、タープのね、こうやってほら、タープに当たっちゃうよ、上が。え、やば、すごい。じゃあどうする。じゃあもうちょっとこっちにやんないと。そうだね、うん。これじゃあ星からやろうかな。え、ダメだよ、星は最後でしょ。そうなの。当たり前じゃん。じゃあ、はいはい。合ってんのこれ。合ってる合ってる。合ってんの。合ってるよ。じゃあ、じゃあもう一気にやっとこう、うん、一気に。まずさ、大きいやつをいっぱい
つけちゃった方がいいよ。で、ちっちゃいのをこうバラす感じで。なんか楽しいな、クリスマスって感じする、ね、これクリスマスだよね。これクリスマス。なんか可愛いじゃん、めっちゃ、ね、めっちゃ可愛いよね、うん、なんかこういうやつとかもこういうやつとか、うん、絶対俺ら買わないよ。買わない買わない。これセットでこれもこれは売ってたじゃん。このセットのオーナメントだから。だからもうね、あのシーズンが終わりだったから。そう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 、セットで全部売ってて。海外のとかってさ、うん、大きいやつをさこれでも買ってぐらい飾るよね。そうだね。あれもちょっと憧れるけど、うん、あれいないあれが一番可愛いやつで気に入ってたのにひどいよ。え、なんでひどいの？ちゃんとやってんのがいいじゃん、うん、いい。もうあ、可愛いね。可愛い可愛い、めっちゃ可愛い、うん。私こんなになんか自分の中で満足するクリスマスツリーはあんまないわ。ないよね。いくよ。うん。じゃあカウントダウンしようか。5、4、3、2、1。めっちゃ可愛いんだけど。ね、見て見て。おお。やばくない？めっちゃいい、めっちゃいい。すごい。よし。じゃああと小物置いてこっか。うん、小物はどこに置いてくの？テーブルとか、ね、うん、じゃあちょっと移動するわ、うん、じゃあまずこれを敷かなきゃいけない。敷こう、うん、あ、ギリ鳥じゃん、めっちゃいいじゃん。わ、本当はなんかもうちょっとこうありたかったけど別にいいや。いやいや、いいよいいよ全然。あ、それでね、アルミの2つ買ってよかったよこれ。で、私やりたいことがあって、うん、これをこうやって、うん、であとろうそく、これとか持ってきたから、これをこうやって、でほら可愛くない？可愛い。ダメ？いや、可愛いよ。いいんだよ、これはつけなくて。こういうもんだから。うん。じゃあ、お風呂入りに行こう。え、どうよ、なんか。ん？今回のポイントは。今回は、まずツリー。そしてこのキッチン、はいはいはい、だこれがあのこれがあのあれだから、うん、あのこの前作った天板、後部座席のやつを使って、やっとあの前藤本さんに作ってもらったあの足がやっと使えるっていう。え、このキッチン私めちゃめちゃ気に入っちゃって。でもあとやっぱテーブルもいいね。テーブルもいい。テーブルはだからすごい相当いいでしょ、あれは。いい。だ ああいう風に作る使おうと思ってなかったやつがああなったっていうダイニングテーブルをね、何でも作ればなんとかなるね、うん、なります。だからあの足も良かった、すごい黒だし、うん、そうだね、うん、じゃああとはやっぱあっちにすぐこう行けるっていう、今あそこが寝室になってるので。そうだね、うん、いやめっちゃ楽しみだ ね夜が楽しみ。で、あとね、あとは残ってるのが焚き火を俺が起こし、ナオリンがご飯の支度をする。そう、はい、じゃあ行こう。 OK、 じゃあそんな感じで、うん、とりあえずサンタバス、そう、行ってみよう。行ってみよう、楽しみ。じゃあ行こうタオル、タオルだけじゃないよ。うちもなんか、うちがなんか目立たなくなる。そうだね、そうだね、確かにそう。それぐらいすごい、うん、いい。